売らない君と売れない君、イエイ、イエイ、売れない君、もうすっかり慣れましたね。いや、1回目ですよ。2回目で早いな、慣れるの。いや、もう慣れるの早いよ。板についてるよ。はい、もうね、これ自己紹介はね、錦鯉の長谷川雅成です。はい、お願いします。そして、はい、まともな占い師の大石です。まともな占い師のってめっちゃつけるんですか。はい、つけます。いや、そうしないとみんな分かってくれない。ああ、なるほどね。お笑いの人だと、そう、あの芸人さんだと思われてますからね。第1回に関しては、第1回に関しては僕よりいっぱい喋ってましたからね。そうなんです。最後まとめ締めも先生にやってもらっちゃったんで。どっちがどっちなんだっていう。それなのに自己紹介自分が先っていうのはどういうことだったんですか。いいでしょ。本当はそうなんですよ。いや占い君先だから。タイトルはね、はい、だからいいんですよ、そんなの。で、この占い君と売れない君というタイトルなんですけれども、そう、実は、うんうん、これね、はい、もちろん占いで決めてます。そうなんですよ、ですよね、このタイトル。そう、実はすごいことにですね、うん、案がものすごくたくさんあります。これスタッフの方がね、こういろいろ考えてるんだよ、この番組のタイトル用意していただいたものがあるんですけれども、数えてみたら、はい、58個。ものすごい数ありました。なるほどね。で、一個一個これまともに占ってたら、うん、1週間仕事になりますので、こういうね、多数の中から一発取り出すっていう時のやり方がいくつかあるんですよ。で、やっぱりそのタイトルって、やる人間との関わりってあるんですよね。ただその名前だけがいいんじゃなくて、はい、相性みたいなもんで、誰がその番組やるのって、誰がその名前使うのって組み合わせ大事なんですよ。で、一応俺長谷川さんに気使って、はい、で長谷川さんの誕生日で決めました。本当ですか。長谷川さん何月何日。僕は、7月の30日です。はい。でね、30と7の37 37で、実はこれね、はい、先頭からずっと数えてって37番目、これが占い君と売れない君で、簡単に順番で37番目って、これ裏意味あるんですか。これ意味というか、いや、あるあるある。数結構大事なんですよ、これ。あのね、誕生日の数って普通本当にめった使わないもんだけれども、ラッキーナンバーとかってあるんですよ。人それぞれの。もちろん、うん、そうだな、ちょっと専門的になるけれども、例えば姓名判断ってよくあって、はい、名前の字画がいいとか悪いとか言うんですよ。はいはいはい。で、その何画がいいとか悪いとか言うんだけれども、聞きますね、はい、うん、一般的に悪いって言われてるものでも、うん、自分の誕生日の数字だけはその人にとってラッキーナンバーなんですよ。それ月と日にちと、うん、はい、そう、月と日にちとあと合わせた数字ってこと。とバラでもいいし、はい、あと足してもいいし、はい、例えば30ね、はい、30日生まれ長谷川さんだけれども、一般的に30ってよくないって書いてあるんですよ。でも長谷川さんがもし30画つけたら、はい、この人にとっては吉なんです。だから、ね、本当の占いってやっぱ個人差なんですよ。10波人からげでこれがいいとかこれが悪いなんてのは、まあその程度の占いだと思った方がいいよと、そういうことなんでね。ですから今回我々がやるから、37番目のこれが良かったと。で、占い君と売れない君。なんかあまりいいとは思えない。本当にそれいいんですか。これいいんでしょうか、皆さん。そうとは思えないですけどね。本当かね。落としちゃったよ。本当に暴れない、本当ですか。いや、信じますよ。でも大石先生をこの後こうどんどん長谷川君が開運していくとこをみんなで見ようじゃないかと。なるほど。売れない君から売れる君になるんですね。そうしたら番組タイトル変えましょうね。売れる君、売れる君変えましょうね。なるほど、わかりました、はい、ですから彼の今後の成長に期待してください。はい、はい、どうもありがとうございました。